ウォーターさチ6 0 c m 水槽。人工熱帯魚は、ドイツロートターキスウォーターさんに、オプションで4匹のドイツロートターキスを追加した水槽。アクアワールドとは、マスダヤコーポレーションが販売する、癒しを基本構想に、熱帯魚やアクアリウムを題材とした、室内装飾製品の名称。ウォーターさん全体像楽園伝説、ライティングキット1984年。 マイフィッシュという製品を皮切りにアクアワールドシリーズへ展開。形式によっては海火伝説や楽園伝説シリーズなどのように別売りの装飾品によって水槽配置を特注できるものやウォーターキューブのように実際の熱帯を飼育用水槽などを利用し現実味を追求した本格的なアクアリウムとしての製品もある。AC 電源や乾電池により 水槽の中を ABS 樹脂やシリコン製の模型熱帯魚が遊泳するもので、製品によっては照明システムを内蔵している。ほとんどのモデルは磁気を利用して動作する仕組みになっているが、ウォーターランプのように泡の浮力を利用しているものもある。水族館ブームとなった1992年以降、様々な生活様式に合わせた多様な形式がシリーズとして発売されている。 手間のかからない熱帯魚としてテレビ番組や映画の美術セット、撮影小道具としても使われることがある。初期モデルでは水槽に熱帯魚を入れる際、その内部の空気を抜く必要があったが、後に発売された人工熱帯魚の企画、マルチマーク対応形式では、その必要はなくなり、また一つの水槽内に複数の熱帯魚を遊泳させることができる。 その後発売されたマルチマークよりも小型の熱帯魚を用いた形式リトルマーク大型の熱帯魚を用いるウォーターキューブではスーパーマーク対応となっている。ありがとうございます。